テレビから消された女子アナ7選。1、小林麻耶。小林アナは元 TBS に所属したフリーアナウンサーです。青山学院大学在学中より芸能活動をしており、恋愛トークバラエティ恋のから騒ぎに出演した際は個性的なキャラで人気を集めました。 TBS 入社後はぶりっ子キャラとして知名度を高め、バラエティ番組を中心に活躍。2009年にはさらなる活躍の場を求めフリーアナウンサーに転向し、テレビで見ない日がないほど引っ張りだこでした。そんな小林アナですが、ある日を境にテレビから忽然と姿を消してしまいます。2020年11月12日、小林アナはコメンテーターを務めるグッドラックを突然欠席。翌日自身の YouTube チャンネルで番組を休んだ真相を告白したのですが、このことが大問題に発展します。小林アナによると欠席ではなく番組側から降板を告げられたと説明し、さらにはスタッフからいじめを受けていたことも告白。いじめに耐えられなくなった小林アナは番組のロケに行かないという決断をしたそうなのですが、そのことが原因で降板させられたと語りました。 YouTube 内では続けて自身を守ってくれなかった番組幹部や事務所の具体的な人物名を挙げて批判。これに対して TBS サイドはいじめの事実をきっぱりと否定、事務所はこの日限りで小林アナとの契約を解除しました。この出来事だけで契約解除に至ったのか真相は不明ですが、以降小林アナがテレビに出ることはなくなりました。 2. 海藤愛子。海藤アナはセントフォースに所属するアナウンサーです。愛ちゃんの愛称で親しまれ、長年目覚ましテレビでキャスターを務めていたことでも有名です。好きな女子アナランキングでは常に上位にランクインするなど絶大な人気を誇っていました。そんな海藤アナですが、番組内での出現が原因で干されることになってしまいました。事件は笑っていいともに出演した際に起こりました。海藤アナは番組で母親と韓国旅行に行った際に怖い体験をしたエピソードを披露。内容はタクシーに乗ったものの告げた行き先とは全く違うところに連れて行かれそうになったという海外旅行ではよくあるトラブル話。しかしこの時ゲストには東方神起を迎えていたことに加え、当時韓流ブームの絶頂だったため、フジテレビでは全局を挙げて韓国をしていたにもかかわらず韓国の株を下げる発言をしてしまいました。この発言は韓国批判と捉えられてしまい、番組終了後にはスタッフから説教を受けたようです。その際ビンタを食らうほど怒られたそうで、頬を抑える海藤アナの写真もネットに流出したほどでした。この事件がきっかけで実質的に海藤アナはテレビ局から干されることになってしまい、ほどなくして目覚ましテレビのレギュラーも降板することになりました。2023年現在、芸能界からは引退しているわけではないですが、以前と比べるとメディアへの出演は激減しています。悪気のない発言でも状況が読めなかったことが本人にとっては悔やまれます。 3. 山本モナ。山本アナは元朝日放送に所属したフリーアナウンサーです。朝日放送時代はスポーツや報道番組を中心に活躍し、報道新番組の立ち上げにも貢献した過去があります。その後30歳になる年にフリーアナウンサーに転向し、活躍の場を広げていました。フリー転向後2006年9月には筑紫哲也ニュース23のキャスターに抜擢され、幸先の良いスタートを切ったかのように見えましたが、自身の失態により人生の歯車が狂い出します。ニュース23のキャスター就任の1ヶ月後、山本アナは体調不良を理由に番組を欠席。しかし本当の理由は自身の不倫報道が出回ってしまったことにありました。不倫の相手は当時民主党の政策調査会長代理であった細野豪志さん。妻子がいる立場にもかかわらず不貞行為に及んだ細野さんと山本アナは大バッシングを受けることになります。結果として山本アナはニュース23を1ヶ月足らずで降板することになり、謹慎期間に入ります。謹慎が明けたのは約半年後、その後は徐々に信頼を取り戻し、番組への出演頻度も多くなってきました。2008年7月にはフジテレビで放送開始された先読みの総合司会として再び報道番組の司会に復帰。しかし山本アナはまたしても失態を犯してしまいます。スクープされたのは山本アナの番組初出演直後のことでした。今度は当時巨人に在籍していた仁岡智弘選手との不倫が発覚し、番組は降板。その後謹慎期間を経てテレビ復帰を果たしたものの、テレビでの出演は激減してしまいました。同じ過ちを犯した山本アナに救いの手は差し伸べられなかったようです。 4. 宇垣美里。宇垣アナは元 TBS に所属したフリーアナウンサーです。同志社大学在学中にはミスコンでグランプリを獲得するほどの美貌の持ち主で、 TBS 入社後はアイドルアナとして人気を集めました。 TBS 時代は報道番組からバラエティまでマルチな活躍を見せていましたが、2019年3月31日をもって TBS を退社。
フリー転向後は宇垣アナの飛躍が期待されていましたが、ある発言をきっかけにテレビ業界から敬遠される存在となってしまいます。宇垣アナは自由奔放な性格から TBS 時代に数々の問題を起こしていた過去があったようで、 TBS に対して少なからず不満を持っていました。そして退社直後に他局の番組に出演した際、鬱憤を晴らすがごとく TBS は民度が低いと衝撃的な発言をしてしまいます。本人は周りを盛り上げようとして言ったつもりだったようですが、この発言によって出演した局をはじめテレビ局全体がドン引き、結果宇垣アナを起用するのはリスクが高いと判断し、テレビに呼ばれなくなってしまいました。5. 西尾ゆかり。西尾アナは元日本テレビに所属したフリーアナウンサーです。東京女子大学卒業後、日本テレビに入社するとスポーツ番組を中心に活躍。明るいキャラクターから徐々に人気を高め、ズームインスーパーや24時間テレビの総合司会を務めるなど、日テレの顔として長年君臨していました。人気絶頂の中、フリーアナウンサーに転向した西尾アナですが、なぜか局時代に比べて仕事が減っていってしまいました。フリーに転向したことがいけなかったのかとも考えられますが、原因は西尾アナの性格にあったようです。日テレ在籍時から性格が良くないことが有名だったようで、上司やスポンサーに対してはこびるにもかかわらず、後輩や AD に対しては冷たく接していたという情報があります。かなりの人気を誇った西尾アナだったため、当時は天狗状態になっていたようです。しかし時が進むにつれ世代交代が始まり、西尾アナがこびを売っていたスタッフがいなくなってきてしまいます。ほどなくして逆に今まで冷たく接していた AD たちがテレビ局内の主要なポジションに就いたことによって、西尾アナは起用されなくなりました。 6. 佐々木愛。佐々木アナは元福井放送に所属したフリーアナウンサーです。福井出身のアナウンサーで、地元にある仁愛大学を卒業後福井放送に入社。全国的には有名ではなかったものの、福井放送の看板アナウンサーとして活躍し、地元では知らない人がいないほど有名でした。2013年には活躍の場を広げるためにフリーアナウンサーに転向。しかしフリー転向後はメディアの露出が激減しており、ラジオ番組やイベントの MC などを細々とやっていたようです。そんな中、2018年6月、佐々木アナが大麻取締法違反で逮捕されたという衝撃的なニュースが報道されます。報道によると、佐々木アナは夫と共に自宅で大麻を栽培使用していたとのことでした。夫婦ともにレゲエが大好きだったため、大麻に対して寛容だったことから手を出してしまったとされています。その後、福井地裁は懲役1年執行猶予3年の判決を下しました。思わぬ形で全国的に有名になった佐々木アナですが、金輪際表舞台に立つことはなくなりました。 7. 細貝沙羅。細貝アナはフジテレビの元アナウンサーで、現在は人事局に所属しています。細貝アナは中学3年生から高校卒業までアメリカで過ごした帰国子女。高校在学中には国民的美少女コンテストで本戦に進出するほどの美貌の持ち主です。慶応大学進学を機に帰国し、大学卒業後にフジテレビにアナウンサーとして入社。入社当初は端正な顔立ちからポスト高島彩、中野美奈子と言われるほど期待されていた細貝アナでした。しかし入社から数年が経っても、細貝アナの出演する番組は視聴率が取れませんでした。頭を抱えるフジテレビ上層部でしたが、原因は細貝アナのアナウンサー技術にありました。いくら容姿が良いとはいえ、アナウンサーとしてのスキルが足りなかった細貝アナに対して容赦ないクレームがフジテレビに寄せられたそうです。アナウンス能力が低すぎる上にコメントもひどすぎる、解説者の名前を平気で読み間違えるなんてありえない、早く他部署に移動してほしいなどの辛辣なコメントが相次ぎました。結果的に細貝アナは7年ほど在籍したアナウンス室から人事局へと移動させられてしまいました。一方でフジテレビのアナウンサーの質が低いことは前々から言われており、今回の件でアナウンサーとしての力を身につけさせることができなかった会社にも問題があったのではとも言われています。今回はテレビから消された女子アナ7選を紹介しました。今後も女子アナに関する動画を上げていきますので、高評価、コメントよろしくお願いします。